いいですか。うん、はい、本日はですね、今からルームツアーをやっていきたいなと思います。我が家の、狭い部屋を見てもらいたいなと思います。我が家はですね、僕と嫁夫婦で、1LDK に住んでおります。まず玄関からこちら、帰ってきてすぐに、カバンとかあと服をかけるようにこのドローアラインがあります。結構嫁がね、潔癖なので、こういうところで汚いものはここに置くという感じになってますね。そうですよね、汚いものって具体的に触れたものね。で、これがエコバッグ、ここ、この前ノースフェイスで動画紹介してるな。うん、これ、これでも人気で多分なくなってね。あ、そうなんだ。うん、で、普段はここに鍵入れてます。これ僕の鍵入れ、これ嫁の鍵入れで、ここに夫婦の写真写ってる。本日残念ながら撮影 NG ですがで、これ俺教員時代に作った、うん、車の、木の車、かわいいね。うん、日本でな、子供が作る日本で作って、うん、これはハワイで買ってきたやつ、うん、石鹸、いい匂い。もう匂いせへんけどなんですね。全然してるよ。で、これ何？それは、うん、ドライフラワー。うん、ちょっととりあえずここに飾ってや、まあ、ここは靴とか入ってるんですけど、これは嫁とかの靴入ってて、まあ、上は僕の靴ですけどね。上は見せてもいいけど、まあ、大使なんも入ってない。動画とかで紹介してるからな、この辺は。本当だね。で、下にもあるんですが、まああんまないんかなっていうのが、まあ玄関で、こっちは確かに映しないわ、今まで平凡な位置にしてたから。で、次は洗面台行こうか。はい、では次は洗面台に移ってきました。洗面台はここよく平凡な位置にして出てるからあれなんですけど、まあ僕が使ってるワックスとかこういうのがあって、で、嫁は歯医者さんやから、歯医者系はうるさいから、こういう歯科衛生士グッズがあって、フロスとかね、うん、で、まあ、歯ブラシはこれ一番市販のやつが、これが一番いいねんな。歯磨き粉ね。あ、歯磨き粉、うん、ほんで、まあ、この辺は自動で手を洗うやつよね。帰ってきたらこうやって自動で洗って、うん、で、こうでパッパッと拭いて、でここにアルコールあるからっていう感じになってて、これが風呂場で、洗濯機はこれお気に入りのやつ、最近買ったやつで、棚も新調しました。で、実は微妙にここが足りひんから、ここだけ全然違う木を置いてるというタオル系やな。でもこれこんだけいらんけどな、正直もう、うん、これもすぐ買うから。で、これが僕のコーナー、まあ、大体旦那ってこのコーナーで十分なんですよねっていうのが洗面台かな、うんうん、じゃあ次行きましょう、はい。では次はですね、もう 1LDK のリビングになっちゃうんですけども、まあ、空気清浄機がありますね。これ黄色っていうことは空気が若干汚いっていうことになってますので、今頑張って空気清浄機群が動いてます。あ、緑になったから綺麗になった。暗いよね。あ、天気つけようか、うん、で、これが空気清浄機。これ空気清浄機じゃないよ、ウォーターサーバーやば。で、これは100均で買った、植物やけど、うん、ミリオンバンブーって書いてるけど、これよく枯れるねんな、なんでか知らんけど。で、次にキッチン行きますか。はい。そしてキッチンはですね、まあ僕は特によく分からへんけど、これは DIY で作った棚、はい、で、これも DIY で作った棚、これ最近作ったな、はい、で、この部屋なんか無印で揃えたいって言って揃えてんな、自分で、うん、この辺とかも全部なんかこういうの几帳面やからちゃっかりシールとか貼ってるけど、俺こういうのあんま好きちゃうから苦手やねんな、こういうの。これが確か、教員の時の先輩にもらった、うん、なんか先輩が一人暮らししとったけど、女の人やったけど、なんか実家帰るからいらんって言ってもらって、で、炊飯器はこっち来た時に買ったやつやな、うん、バリムードは最近買ったやつ。これ誰かにもらったんか、うん、それ買った。買ったか、うん、で、これなんかミキサーとかもあるけど、ミキサー使ってるとこ見もないな。これは、友達からもらって、右のホットサンドもね、ミキサー使うとこ見たことないって言うけど、料理の時結構使ってるからね。そっか。で、これは前僕の個人用の棚やったけど、もう使わんということでキッチンに持ってきて、嫁の、こういう思い通りの感じになってるみたいです。で、非常用の水があったりとかな、うん、する感じになってて、で、ここに実はクッションを入れてることによって、こういう風に料理ができるっていうこういう感じで料理ができる。やらないね。あ、で、ここも作ったじゃないや、うん、これな、うん、これ電気暗いか、うん、本当はね。ちなみに我が家は肉の時は絶対これなんですよね。バーベキューで前教えてもらった、クロスのスパイスとホーリーニッシ、これがうまい。でも圧倒的にこっちの方がヘリが
減ってある、もうこの辺もできてるもん。そっち大好きだもんね。また買わなきゃ、うん、という感じかな。ゴミのやつとかいいの？パリパリ。ああ、パリパリキューブな。これ前動画で説明してんね。あ、そうなんだ。それよりもな、俺はな、うん、この DIY を作って、うん、この幅にぴったり合わせるコロコロも作ってるっていうところが俺のあれやね、うん、この見せ所やねんか、うんうんうん、これとか全部 DIY、DIY、DIY。 そうね、タップが全部作ってくれたもんね、うん、汗かきながら、汗かきながらね。こっちもね、そうで、これも要望、君の要望通りここにラップ入れたいから棚作って、はい、めちゃくちゃ大変やと思うな。ここ今ちょっとデッドスペースになっちゃったね、使ってます、うん、ここ前あの取説が入ったんだよね。そうそうそう、いろんな作品を一つにまとめちゃって、これ。ああ、え、見せないの？うん、別にいいよ、取り説明書なんか、頑張ったのに、綺麗に。で、その裏側は君、嫁さん の, あの棚が後ろにあるけど、あそこは見せん方がいいか。え、この滝見せなくていいの？滝。あ、滝。これあの水蒸気で、普通はこう水とか出して洗うときはここでヒューって洗うんですけど、あのこれこの棚を作ったときに気づいたんですけど、ほんまこれ下に置いてあったんですけど、上に置くことによってここの幅が滝のように落ちてくるということで、我が家では滝と呼んでます。滝モードにすると、このように滝のように、あの水が散らばってるんですね。ここまで飛んでくるし。滝ですな。滝です。次はよくこれ平凡な一日も出てるところやからいいけど、まあ、ドローライン、うん、これは最近導入したやつやね。水やりの水とか、あとブラーバ の,、うん、あの頭の心臓の部分、これで、うん、ま、あの地図を確認したりとかするんだけど、であのよく使ってるパストリーズな、アルコール、うんうん、でアスパラガスナナス、うん、が、育ってきております。枯れたりもするけどね、たまに、うん、でこれが、溶き足のね。でここには、うつの薬も入れてます。だからあの毎日レビューしてるけど、実はこのとこにいつもうつの薬があるというところになってます。で、ソファーはこれは、付き合って同棲した時に買ったソファーで、無印のソファーにしてます。理由は一つで、なんかあの形が変わらんからカバーを変えれんねんな、椅子でも、うん、だからそれを理由で、あ、カバーいつでも変えれるからこれにしようって言って、値段は無印で確か10万ぐらいやったな。これ上もつけたし、うん、でこれもつけたし、うん、でこれは嫁蔵が手作りで作ったデニムのクッションカバー、はい、一個一個デニムを貼っつけていってんな。そうそうそう。でこれはポケットのとこ使ったりとか、これは違うとこ使ったりして縫い合わせてデニムのクッションカバーを作ってくれました。これは上手にできてるよね、うん、どっかちょっと穴開いとったけど、もうなくなったのか、穴、うん、わかんない。裏とか結構の裏のポケット穴だけだよね、これね、うんうん、これは比較的上手にできてる。でこれはニトリかなんかで990円で買ったやつやんな。ニトリやったっけな、うん、ニトリじゃない、ニトリはもう一つのやつで、あ、もう一つで、それはなんか雑貨屋さんで買ったんだよ。そっか、うん、っていう感じで、次これテーブルは僕が作った DIY で作ったテーブル。これ何本やったかな、5000円ぐらいやったんじゃなくなってきたん。 DIY のいいところって安くできるのもそうやねんけど、うん、あの思い通りの形の大きさなんねんな。向こうもそうやけど、はいはい、ぴったりのそのサイズ感ができるがいいっていうことやけど、もう今はもうしんどくて用できんけどな、うん、でこれテレビのボードは実はこれこの家で一番安い値段でなんと99円。普通のカラーボックスを横に置いてるだけという。で嫁がこのデニムのカバーをつけてくれたから、これで目隠ししてるけど、この裏にはいろんなものが彫り込まれてる。2人のものが入ってるんか、ここ。あ、タックンがくれたさ、花束をドライフラワーにしたやつ。あ、ドライフラワーという名のパサパサになってるやつね。もう飾るとこないからそこに置いてるだけじゃん。これでしょ、うん、ちゃんと飾る部屋ができたら、それともう一つバラがあるじゃん。そうか、うん、っていう感じになってるから、これは99円で、このデニムのカバーは嫁が手作りだから0円。テレビはもうこれ10年ぐらい前かもしれん。実家住んでる時に買ったやつやから、全然使えるからいいね。でこれはよく出てくる、時計、うん、これはニトリでな、安かったや、うん、やけどもうこれもな、壊れたからな、1個2個あるけど、あれ治ったじゃん、あれ治ってるけど、もう張り曲がったんだよ、あれ実は。うん、いいよそのぐらい。でこれもよく動画で出てくるけど、これは IKEA で5000円ぐらいだったっけ。忘れちゃった。あ、そんなもんやね、5000円ぐらいで、これは一応照明であの声でつくようにしてます。夜の9時半だったら強制的につくやつね。でその辺がブラーワとか、あとルンバとか、うん、掃除グッズやな。もう我が家のほんまにもう助かってる3人目の人みたいな感じ。むしろこの人が一番働いてるくらい確かに感じで、
で今はもうカーテンも自動にしてるから、はい、カーテンも多分外は今映せないんですけど、こうやったら勝手に閉まるようになってたりとかするし、ちょっとそっちも閉めますね。カーテン閉めて。はい、ではですね、次はこれいきましょうか。前これ言われとったけど、扇風機&温風機みたいな感じのやつで、これはなんでこれを買ったかっていうと、多分2年か3年ぐらい前に買ったんですけど、あの我が家狭いので暖房器具と冷房器具2つ置けないので、もう一足体になってるやつにしようって言って、これエディオンかなんかで2万2000円ぐらいやったけど、値切って2万円になったんちゃうかな。そんな高かったっけ。そうやで。嘘、うん、もっと安いと思ってたぐらいやったんちゃうかな。でもそんな大した機能ないねんけどな。いや本当だよ、あったかい下からあったかい風が来てここが冷たいな、うん、まあ、扇風機兼温風機やんな。もうちょっと出したら、あれも買えるやん、跳ねないやつ、ダイソン。あ、そうそうそう、でもあれ高いから要点でいくなって。でこれが、ハンディの掃除機。これもなんで縦型にしてるかっていうと、我が家が狭いからこれにしてるだけであって、広かったらもっと違うやつ買ってたでしょう。そうなんだ、うん。このベッドが、ベッド自体は実はこれはよく使ってるんですけど、これダブルで、あのおとんとおかんの寝室から僕が引っ張ってきたやつだから、僕全然買ってないんですけど、まあ、そういうやつで、まあ、マットレスはあの今年購入動画っていうか動画レビュー動画出してると思うんですけど、そのグーグースリープの、やつで、確か 20% オフのクーポンが今は出てると思うんですが、延長されましたので好評につき、それがあって、で次タオルとかかけてるんですけど、これは完全動画用ですね。普段こんな綺麗な感じでピシッとなってることは まずないのでぐしゃぐしゃのもうガッタガタになってるのに、動画撮るでって言った瞬間ここパタパタして綺麗にして、まあ、この辺サッと綺麗になってますね、はい、ティッシュに IKEA のライトに、これわけわからん嫁器具なんかここだけ偉いアナログな機械があって、これ何って言ったら300均で、こういう感じでスマホ見んねんな。ここにこうやってつけて、そう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 、こうやって楽して映画をとかドラマを見るための器具、こうやってちょっと見にくいけど、まあそう、まあ合ってる。こんなことしてまでドラマ見てたらあかんねんドラマはちゃんと苦労してみなさい。でアレクサやろ、はい、でティッシュボックス、これは、セリアで100円、機能ボックス。うーん、今この辺はもう僕のやつですね。あのカメラとか入れてる防湿庫って言って、要は湿度が日本はすごいからそういうので腐らんようにやってたりして、これが我が家の書斎でございます、まあ、ここはよくセカンドチャンネルの撮影場所兼編集場所兼仕事場所ということになってて、ここからいろんな動画が生まれてます、寝癖の動画が始まり、いろんな動画が始まり、やってるんですが、実はこんなところにドロワーラインもう一本あるんですね。でここにハンガーとか吊るしちゃって、これもニトリのハンガーで揃えてるのでクローゼットはで、まあ、ちょっとしたものかけたりとかするようにあって、でこの上には信楽焼の、滋賀出身の先生にもらった信楽焼のお茶のやつがあります。これは一回も使ったことないけども、なんかインテリアにおしゃれやからこうやってそう、ほんでな、この黒板もセカンドでずっと使ってたんやけど置く場所ないね今、だからもう上に今置いちゃってんねんか。そうなんだ。そうそれと、あとここが僕の唯一、棚ですね。もともとあった棚これぐらいだけど、こんなちっちゃいスペースにどんどん旦那はなっていくっていう省エネになっていきますよね女の人は荷物増えるけど男の人は荷物減っていくから、はい、という感じで、まあ、照明は邪魔ですけども、この部屋に住んでる限り仕方ありません。どっかで割り切るしかない、これは仕方ないということで割り切っております。リュックもあんなにかけられてかわいそうに、うん、あのリュックはな、あそこもう5個、あれ以上はもうかからん。でボディバッグとかはあのこの中に入れるカゴを入れてあるからそれで入れてんだけど、今ちょっとこう収納してないからごちゃごちゃなってるけど、うん、はい、これはセカンドでな、うん、何回かなクローゼット紹介してね。あ、そうなんだ。とにかく服がパンパン、うん、もう入らんでっていうぐらいで、ほんまに引っ越しやなあかんぐらいの感じやし、こっから冬まだダウン増えるから、うん、もう多分入らへんね。だからレンタルスペースに服掘り込むか引っ越しするか、なんかほんまに考えなあかん、うん、ということになってます、まあ、この辺の書斎とか、うん、あとクローゼットについてはセカンドで多分詳しく喋ってたから、まあ、見てくれてる人は見てくれてるやろし、まあいいかなと思うんですけど、まあ、一応 1LDK って言ったらざっとこんな感じじゃねんな。そうだね、もうちょうどいいよね。うん、
まあ、もう一部屋あれば多分俺の仕事部屋になって、うん、一つね、でそこにサーフボードとか置く。あ、いい実家とかもからも全部持ってきて、うん、実家に唯一サーフボードとウェットスーツだけあるやん、うん、あれをもうこっちに持ってきちゃってそこにもうガッとかけてもう完全俺の色が出る感じになるよな。よかったね、うん、っていう感じ。なんかこんなんがあるといかにも YouTuber っぽい感じでしょうが、まあ、家自体は普通のマンションやから、うん、なんて言ったらいい、新婚夫婦が住んでる部屋に無理やり YouTuber 感を出してみるという感じですかね。でもんちゃんも紹介してあげてよ、このがんじがらみにされてるもんちゃん、ね、かわいそうなもんちゃん、もんちゃんこれあの一時はあれやってん、あのメインチャンネルの方の背景になってたこともあってんけど、もう今となってはドローアラインあれがあるからさ、かわいそう、用済み感が。だからこれはこれで、うん、あのなんつったんや、ちょっとこの辺に緑っているねんな、やっぱり。まあ確かに確かに、うん、だからまあまあちょうどいいねん。やけどほんまカバンとかをどないかして収納しちゃいんやけどな。そう、これはほんとはこのとこ今画角ニュースっていうぐらいのサイズだったのにこんな伸びて大きなってんな。大きなこれも結婚祝いかなんかでもらったんか。そうそう、モンステラな。そう、 A ちゃんにね、うんうんうん、という感じで結構我が家はもらったものとかもありがたいことにいっぱいあって、うん、それを使わせてもらったりとか、あと結構モチもいいねんな。そうだね、買った電化製品とかも結構そのまま使ってるしな、うん、という感じで、まあ、何不自由ない生活を送らせていただいております。いろいろ与えてもらったおかげで、うんうん、この目線私がいつも見てる目線だね、うん、たくんそこ座ってよ、私がいつも見てる目線。ドネジってこういう感じやもんね。そうそう、私がこうやって聞いてここでこうやってでゲームしたのか、そこで、うん、ゲームぼちぼちぼちでゲームして、ほんでで俺がここで編集したりとかなんかしたりして、そう、あ、編集してんなと思いつつ、うん、で私あとあっちの席でゴロリンチョしてる。あ、そうやそうやそうや、まあ、以上が、メインチャンネルのルームツアーということになっております。まあこんな緩い感じですがね、まあ一応用語もあったんでお伝えしておきました。また多分あの同じやつは動画説明欄に載せてるので興味ある方はそっちで見てもらえれば同じのがあると思いますということになってますので、本日はですね、最後嫁と締め動画お願いします。その音声は入ってるからそこからでも寝転びながら、寝転びながら、うん、そうですね、コンパクトな 1LDK は2人暮らしにおすすめです。もうよろしいか、うん、はい、じゃあ見てもらってありがとうございました。バイバーイ。